はようございます、こんにちは、こんばんは。今日はじゃん、うちカフェスイーツ。あのうちカフェってあれですよね、ローソンのブランド、ローソンさん の, あのスイーツブランドで、それのアイスですね。これは贅沢チョコレートバー宮古抹茶、いいですね。京都府産宇治抹茶とフランス産チョコレート、もうまさに和洋折衷ですね。あのグローバルなフランスのチョコレートでなんか、ね、コラボレーションしてて、じゃあこれちょっと箱に入ってるタイプなんで早速開けていきましょうか。あ、種類はアイスミルクですよ。えい、じゃん、結構小ぶりですね。サイズはさらに包まれてるタイプなんで、さらに開けていきたいと思います。じゃん、あーでもね、緑が美しいですね、抹茶の。じゃあいただきます。うん、抹茶、これは宇治抹茶のチョコレートに、宇治抹茶にフランス産のチョコレート、もう両方ともあのとにかく抹茶をね使ってる感じなんですけど、めちゃくちゃ抹茶が濃いです。でも美味しいですよ。うん、ちょっとね、高級な感じがします。上品なお味です。まあこれはローソンにしかないと思うので、皆さんローソンに行ったらぜひ買ってみてください。バイバーイ。今日ご紹介したアイスはうちカフェスイーツ贅沢チョコレートバー宮古抹茶、ローソンさんに売ってます。皆さんもぜひ見つけたら食べてみてください。ではまた。